6月25日は、グレゴリオ歴で年始から176日目にあたり、年末まで、あと189日ある。アウクスブルク信仰告白が神聖ローマ皇帝カール5世に、捧げられるマリア・テレジア、ハンガリー王として、大韓フォントノアの戦い。フランク王国を分裂へと導いたリトル・ビッグ・フォーンの戦い、カスター対全滅、ストラビンスキーのバレー、火の鳥。 初演朝鮮戦争勃発。画像は1951年のモノバロック期の写実主義画家、フアン・サンチェスコ・ターン誕生。画像は、マルメロの実、キャベツ、メロン、キュウリ熱力学第三法則を確立した科学者、バルター・ネルンスト作家ジョージ・オーウェル。物理学者、ヨハネス・ハンス・イエンゼン。核模型を提案。右画像は、放送の空模型哲学者。 ウィラード・バン・オーマンク・ワイン・バロック期の作曲家、ゲオルク・フィリップ・テレ・マンボツ。ビオラ競争曲と町長より第一楽章を聞く、ジロンド派の政治家、シャルル・バルバルー、ギロチンデ、初刑作家、芸術家、ETA ・ホフマンボツミュージシャン、歌手、ダンサー、マイケル・ジャクソン旧詩建築家、アントニー・ガウディ誕生。右の画像は、カサミラ・モザンビークの独立記念日。画像は、 モザンビークと、ありがとうございます。